んにちは。出身はインドネシアのランプンのプサワランです、はい、毎日食事を用意してたりとか、薬を飲ませたりとか、トイレとお風呂解除したりとか寝る準備したりして、あとは入居者さんのアクティビティを記録したりします、はい。仕事してる時に、楽しみなのは、入居者さんと先輩たちと話せる時に、いっぱい日本のことを聞かせてくれます。日本の文化、学ぶことができます。私はダンス好きですから、ダンスやります。日本の文化学びたいです。例えば私はダンス好きですから、日本のダンスやりたいです。もし、長い休み時あったら、日本に旅行したいです、そしていろいろな日本の料理は作ってみたいです。お母さん、お父さん、いつもお元気と、あと願っています。生活を大変お父さん、お母さん、I miss you 生活大変大変なのは分かりますが、頑張ってください。Selamat siang. 出身はインドネシアの西ジャワ州のデポクです。介護をお風呂と歯磨きを解除、トイレを解除です。コミュニケーションです。大きな声で分かりやすく、耳をしっかりお話ししたように気をつけています。利用者さんと話をして笑って楽しかったです。旅行したいし、食べ物を食べてみたいし、日本の文化を学びたいです。ディズニーランドを行ってみたいです。デザインをしたいです。絵描く好き。景色とかアニメとか、うどんです。インスタント料理のうどん。お母さん、お父さん、お祈りして気をつけて頑張ってください。津別町に来て半年くらいで、ここの生活は、だんだん慣れました。
はい、これからもよろしくお願いします。介護の仕事の内容は食事会長とおむつ会長と医療会長とか今やってます。学校で2年の勉強、そして資格を取った。でも一生懸命勉強しましたと思います。敬語の方が使った方がいいと思います。利用者さんが笑顔を返してくれるとき、たまに自分のおじいちゃんおばあちゃんたちが思い出した今年終わったらもう4年ですね。はい、コロナから全然帰れない。だから最近は電話したら早く帰ってくださいって生活は大丈夫でしょうね。なんか焦点もあります。私は特にここの店は実は満足できます。旅行に行きたいんですよね。でも今コロナのせいでなかなか行けないから、どこでもなんか行きたいんですよね東京まずは東京に行きますか。まだ行ったことないんですから。はい、一人でほぼ全部の仕事はできるようになります。真面目に一生懸命頑張っていただいてます。まあ、今後ますます期待して頑張っていただけたらなというふうに思っております。だからまあ我々もですね、受け入れにあたってやっぱり勉強したりして、外国人の方が働きやすくで過ごしやすいように勉強していく必要あるのかなというふうに思います。ずっと続いているのは利用者さんで、利用者さんの家族さんが本当に安心して施設に、まあ、入れてというか預けれてというか、良かったって思えるようなそういうサービス、まあ、これが本当に一番だと思いますので、そういう施設作りを今後も目指していきたいと思います。